今回は葛西にある三人麻雀一発くんにやってきました。3階になりますね。店の入り口まで到着です。これから実践の方をやっていきます。今から6時間3マ打つ予定で、その中で一番良かったハンチャンか盛り上がった曲厳選で解説付きでお送りいたします。お店のルール初めてですので簡単に説明します。三人麻雀のトンナン戦のありありルールです。マンズの2から8がなく、腹ヘが4枚入ってます。一発くんとね、谷間じゃ一発くんです。3万5000点持ちの4万点返しで、5が全てドラになっています。初が1枚銀色になっています。銀牌です、ドラです。ペイは共通の厄介です。チート率の4枚使いありで、ワンパイは積もり切りになります。不計算はありません。フリテンリーチがありです。オープンリーチがありになっています。数え役満は14杯以上です。あと特殊役がマンズの本一、流し、大車輪、数連行、連邦、3連行がニャンハンです、といったところですね。それでは今から実践の方をやっていきます。頑張ります。それではこれより対局の解説をお送りします。厳選した曲だけお送りしていきます。状況はトーン3曲、親番中でドラがトーン一本前です。2万2000点持ちの2着目。手牌はダブトンのドラが統一で、赤が2枚、両面が3つとリアンカンがあります。ターツはすでに揃っていて、ドラを使い切れば親のハネマンです。ソーズが重なって3つ目の統一。三蔵が重なってチート率のリアンシャンテンです。ここはメンツ手を見て、イーソーの統一と称します。ダブトンが投げた時に、両面のターツが残る形です。ピンズのメンツが完成してリアンシャンテンです。うちに寄せていきます。数ピンを残しておくと、ドラのトンが投げた時に完全イーシャンテンに取ることができます。ピンズのメンツが完成してイーシャンテンになりました。ポンテンに取ることができます。そして11巡目にソーズのカンちゃんが埋まってテンパイ、6球ソマチでリーチをかけます。リーチ赤赤ドラドラ、出上がりは親のマンガン、ツモはハネマンからになります。親のリーチの一発目に国士気配の神茶が無筋の数層を勝負してきました。14巡目に、トイメンから追いかけが入って、二軒リーチとなります。神茶の国士無双も、イーソー待ちで転敗していて、三人のめくり合いとなりました。俺20目から転敗したんだよ。この曲は、4枚目のイーソーを、トイメンが力なくつもぎりすると、神茶のダマに包重。国士無双で役満です。3万2000は3万3000の横移動。このハンチャンは2着で終了となりました。続いて2曲目をお送りします。トーン3曲、シャーチャレドラは1ピン、5万6000点持ちのトップ目です。手牌はドラが統一で、カンチャンの受けが3つあります。そうすれ両面ができて、自牌を整理していきます。ピンズのカンチャンが埋まって、一面ツー完成。一枚切りのペイを切ります。花を抜くと、ピンズが統一になって、リアンシャンテンになりました。リーチドラさんの漫画のイシャンテンです。赤ウピンを積もって、ピンズで両面ターツができました。ツモ両蔵で想像のメンツが完成し、ドラを切ってピンズの両面を先に固定します。両冠を残して、テンパイした時に両面になる受けを残しました。そして7巡目に親からリーチが入ります。序盤に八王中杯とペンチャンを整理して、ドラのウーソを切ってのリーチ、自然な川に見えます。この曲はイーシャンテンの神茶が一枚切りの難を切ると、親のリーチに宝珠となりました。数アンコウ短期の難待ちです。ピンズのアンコが3つと9万がアンコ。確定の数アンコの役満で4万8000点の横移動。このハンチャンは5万6000点のトップでしたが、親の役満でまくられて2着で終了となりました。続いて3曲目をお送りします。トン2曲、なんちゃらドラはチーソー。3万5000点持ちの減点です。神茶の切ったペイを一抱きして、ピンズのカンチャンを払っていき、マンズの本一を意識して進めていきます。すぐにシャーも鳴くことができ、2フーロー目、カンチャンを払って自敗の受けを残します。ペイを加冠して、シンドラがパーピン、リンシャンから9万を持ってきました。ソーズを払っていき、自敗とマンズの重なりを期待します。ソーズの受けを残すと、ペイドラドラの4000点です。マンズの本一になれば、役満になります。9万が重なりました。
ちゃんたのいいシャンテンには取らず、泥の小さお切り、イーマンとキューマンが問いつぜ、マンズの本一の薬満のリアンシャンテンです。そしてトンが重なっていいシャンテンになりました。トンとキューマンは場に一枚切れていて、イーマンはションパイです。神茶からリーチが入ります。リーチの一発目にテンパイを入れることができました。キューマンとトンマチです。上がれば薬満です。マンズの本一の3万2000点。花を抜いて、親のリーチに対して、まっすぐ勝負をしていきます。親が最後の牌で、自牌をつもぎり。二人天敗で流局となりました。親の町は、ソーズのニャンメンです。薬満天敗は実らず、流局となりました。続いて3曲目をお送りします。難易局、なんちゃれドラはローピン、5万3000点持ちのトップ目。抜きドラ3枚抜いて、自牌から切っていきます。ピンズでカンチャンの受け入れができました。ピンズでジャントができて、ニャンメンとカンチャンのいいシャンテンです。そして4枚目の花を積もって、一発くんが完成しました。積も数層で、受けを最大にします。シャンポンの受け入れもフォローできます。しかし、イーシャンテンからなかなかテンパイを入れることができません。14巡目に、スーピンを積もりました。ウッパーさんの受けがかなり薄くなっていて、カミちゃんの親がピンズの本一気配です。カンちゃんの受け入れを残しました。そしてピンズで両面ができて、急走の統一を落とします。カミちゃんの親は、リャンウパーピンのメンホンのテンパイを入れています。ソーズで回っているのを見て、カミちゃんの親からリーチが来ます。リーチ本一、ドラドラの親の跳ね漫画が確定しています。そして終盤にピンズのカンちゃんが待ってテンパイを入れることができました。サブローピン待ちでダマに受けます。すると、親の現物のローピンをトイメンが切って上がることができました。ピンフドラ7、倍満で1万6000の加点です。続いて5曲目をお送りします。メンタンチート一のテンパイ、親のリーチに対して追いかけます。展望のない3着目。メンタンチートイドラゴで倍満が確定しています。積もれた場合には3倍満になります。二軒リーチになってめくり合いが続き、トイメンのトップ目が流しマンガン継続中です。流しは三人麻雀では役満になる場合が多いです。二軒リーチで積もりが続きます。二人とも上がることができず、トイメンの最後の番です。背底でいいピンを切ると、それが親のリーチに報酬となりました。いい数値ピンの三面ちゃんです。面ピン背底ドラゴ。親の倍満で2万4000点の横移動。このいいピンが通れば、薬満成立という局面でしたが、親に報酬となってしまいました。続いて最後の曲をお送りします。先ほどの続きで、何曲の一本場。1万4000点持ちの3着目。ドラは急走です。手牌は3面2できていて、ドラが3枚、後輩牌です。ピンズが2面ターツになって、いいシャンテンです。ドラの急走を積もって、重なりを期待します。4枚目のチーピンを積もって、受け入れが広くなりました。これでジャントができても転牌をします。そして7巡目に、6キューピン待ちで転牌、リーチをかけます。キューピンがリーチドラ3で、ローピンはメンタンドラ3になります。そしてリーチの一発目に銀の初を持ってきました。これはリーチをかけて一発積ものみ強制で上がりとなります。間違って捨ててしまった場合には強制積も上がりとなります。高めのローピンにとってメンタン一発積もドラ4。倍満の上がりで6001万は7001万1000です。麻雀一発組んで6時間打ち終わりましたので最後に成績発表します。1着が4回、2着が9回、3着が6回です。長いこと同面図で土卓していて、トイメンの方がすごい強くて吹かれてしまいました。国士無双とスーアンコ短期の横移動ありました。スーアンコの自敗短期で、こちら麻雀一発組んではですね、私の動画を見てご来店してくださったフリーのお客様はサービス券をお渡ししています。初回来店からですね、何回打ってもゲーム内の半額バックがあります。ゲーム内はサニマージャンのトンナー戦が1回400円となっています。それではこの辺で動画を締めさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。